はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。デモの時に先導者出してくれたりする日本改革党代表好き、たっくんって方がいらっしゃるんですけど、登山が趣味でですね、なんでそこまでで、みたいな、死にそうなこと何回も言ってるんですけど、山登りやめないですよね。なんかね、14時間下山にかかったとか、ずっと歩きっぱなしとかね、そうすると筋肉が動かなくなるんで、水飲みながら飴食べながら歩くんだみたいな話もね、あと冬山でキャンプしたいっていうことで、行ったんですけど、装備が重すぎて最初25キロで背負って登ったら1時間でダウンして、で次減らして23キロに頑張って減らして、行ってもダウンして、次何キロっつったかな、とうとう3回目でやっと行けたみたいな話でね、なんでそこまでって私が思うんですけれども、ちょっとね、いや道具買っちゃったからみたいなこと言うんですよ。使わないとダメだみたいな話で、わー、まあどうして山登るの、そこに山があるからだって答えた有名な登山家いますけれども、いやいや、ちょっと、面白いなと思うと同時にですね、遭難しないでねって思っちゃいます。畠山貴弘、日本改革党南足柄市支部長が戸籍を公開いたしました。法律によるですね、戸籍公開義務化を待たずに、これアメリカなんかでは義務化されてるみたいですね。地方議員は知らないですけど、大統領に出る人は少なくとも3代前からアメリカ人でないといけないみたいな、義務化されてるみたいですけど、それを待たずにどんどんやっちゃえばいいんですよ。自主的に、自発的に、私もやったし、山下俊介さんもやったし、今度は畠山貴弘さんね、公開するのが立候補エチケットぐらいになれば、ね、公開しない、できないやつはエチケットを守らない人、あるいはそういう人っていう目で見られるようになってとってもいいと思うんです。公開できない人何人も知ってますしね、私ね。いろんな理由で公開できねえな、これ。そう言ったら、今、私らのこの動き、ニラニラして見てんでしょうね。文句つけてくる人は、片っ端からブロックするといいんですけど、こいつら余計な真似をつって、ニラニラして見てんじゃないですか。ですんで、日本改革党に限らず、よその党の方もですね、自主的に戸籍公開してください。統一選で、何千人も立候補するんだから、その人らがね、どんどん戸籍公開したら、とってもいいでしょ？自分はまともな日本人ですっていうことになってさ、まあまあ、この動きが、ムーブメントになるといいな、思っております。1月20日、NHK 経営委員会資料、ふれあいセンターに寄せられた、苦情や改善を望む厳しい意見は、9847件。だそうであります。1万件弱も1万件、約1万件も苦情あんのが大変だな、自業自得って思ってたんですけど、これ2022年10月11月12月でたった3ヶ月で1万件あったそうであります。毎日毎日100件の苦情あんのが、すごいな、これ間違いなく日本一だと思いますよ。苦情じゃなくて問い合わせ、例えば引っ越したけどどうすればいいのとか、そういうような問い合わせは17万件ぐらいあったそうでいます。その中で苦情と思われる厳しい意見が1万件、これは間違いなく苦情件数日本一だと思うんですけど、ひょっとしたら世界一も獲得してませんかね。苦情件数世界一 NHK、苦情を裁く NHK 営業サービス株式会社の皆様もご苦労なこって、こんなに苦情が多いのは自分らの商売が根本的に間違っているからではとは思わない、思いませんか。あえて思わないようにしてんのかな。そうすると勤労意欲がだだ下がっちゃうからね。2月18日昨日ですね、北朝鮮が弾道ミサイルを10時14分に発射、午前中ですか、10時23分に、北海道渡る島、豊島、
大島どっちなんだ豊島なんだが大島なんだがどっちなんだ、200キロ沖に着弾だそうであります。これじゃあ9分かかったのかな、まあここだそうで、地形じゃねえか、嫌に地形じゃねえか、これ下手すと北海道着弾してたかもしれないですね。最高高度 6000km から射程は米国に届く 15000km 程度の可能性、推測だそうであります。岸田総理、断じて容認できない。北朝鮮に抗議と、ネットの話、お、近いな。漁船移送、本当だよね。こんな近かったらね、漁船に被害ですかもしれないよね、これね。EEZ だって言うけど、これも了解だろう。容認できなきゃ、どうすんだって話。実際いつも何もしないよね。朝鮮学校と総連に制裁を。明日の三文字で豚がブヒブヒ北朝鮮用語。豚って誰だろう。三文字出演者、私関口宏しか知んねえけど豚がいるんでしょうか。これでですね、朝鮮学校を無償化しないのは差別とかやってんだから、面の皮の厚さに恐れ入りますね。千人も日本人さらっといて知らん顔した自民党に何も期待できませんね、これね。米国まで届くそうで、米国のブチギレに期待するしかないんですけど、自民党のことなかれ議員ども、政治家どもは情けない、恥ずかしいって思わないの？先祖と子孫に対して。恥ずかしくて情けないよ。先祖と子孫に。自民党のことなかれ議員ども。まあ、九条あっから手出せねえっていうのはわかりますけれども、じゃあなんで九条ほっといたんだって話なんですよね。ずっとずっとさ、党勢にですね、党の綱領に改憲掲げてる自民党がさ、情けない、恥ずかしいって思わねえのかって、先祖と子孫に、自民党の議員どもは、特に情弱のテレビしか見ねえやつ、まあ自民党議員にも、いい議員がいっぱいいることは知ってますよ。杉田さんとか高市さんとか小野田さんとか青山さんとかね。まあ恥ずかしいと思います。私は非常にがっかりしております。何にもできない我が国に。共同通信、北朝鮮ミサイルが着弾した時、岸田総理は病院にいてました。病院ぐらい行くだろ、それがどうしたと話題に。試験なんですけど、11日に鼻のポリープ除去手術やったんですよね。その後の通院だったみたいであります。総理は病院に行くなっていうの。共同通信に非難豪語。ウクライナ人ナザレンコ・アンドリさんを散々誹謗中傷していた桜ウイロっていうパヨッターいるんですけど、共同通信名古屋社会部ディスクとバレ提訴を訴えられるようであります。共同通信ろくなもんじゃねえな。ナザレンコさんはウイローを訴えるそうで、さらに解析されて8時から19時までが特に投稿が多いこともバレ、勤務中やってたんかと呆れられました。ネットの反応です。勤務時間に書き込んでたらしい。仕事しろよ。いや、それが仕事なんだろ。パヨッター活動。ツイートの頻度から社会部ぐるみということも考えられる。数人で回してたことも考えられる。共同通信自体が反日極左組織だし、十分あり得る。15年ぐらい前、朝日新聞社から2ちゃんに工作してたのがバレて炎上したよな。共同通信の裏業務って訴訟リスクもあって大変ですね。全て上からの指示でした。他にもいっぱいいます。平和だの平等だの LGBT だの多様性だの言って裏では誹謗中傷と。社会部ってなんで気違いしかいないの？気違いは社会部に配属されるから。共同としては見バレする無能は切るに限る。見バレする無能は切るに限る。まあトカゲの尻尾切りでね。裁判費用を募集したところ、ナザレンコさんがね、あっという間に500万集まったんで、どんだけ共同通信嫌われてんだよ。お前らどんだけ嫌われてんだよ。自覚しろ。自分らが嫌われ者、しかも大嫌われ者ということに。ナザレンコさん3年も私に粘着して、いやいや、それブロックした方がいいんじゃねえのかな。ちょっと笑っちゃいましたけれども、提訴するそうで、裁判の時に顔見れっかな。この卑怯卑劣な人間のクズはどんなやつなんだろう。興味あります。裁判日程とか、
分かったら、見に行きたいような気もしております。あんまり遠くじゃなければね。会社命令で真面目に誹謗中傷してたのに、裁判に引っ張り出されて、なんて言うんだろうな。社名を頑張りました。で、共同も道連れにしてくれたら、非常に面白いんですけどね。コラボ四天王中、序列3位のパップス。これはもらってる金の額。公金中中、もう中中とも言い難い。公金ごくごくビジネスの、はい、失礼しました。ちょっと咳き込んでしまいまして。序列3位のパップス大使を、金尻、カズナ。変な名字だな。買春した側を犯罪にし、性を売る側を非犯罪化してほしい。ネットの反応です。いや、売るね。売った方も買った方も同罪では。なんで女性を保護する団体が売春を合法化しようとしてんの。非犯罪化。非犯罪化なんて言葉、初めて聞いた。売らねえが客といねえんだからな。そうなれば、売り側は売りたい放題やもんね。薬物売っても無罪で、買ったら有罪みたいなもんで、おかしいやろ。売る側を合法化したら、激増すんじゃないの。こんな連中に血税が注ぎ込まれてるのは納得いかんと。買った側を犯罪にし、売った側を非犯罪化、合法化ですね。つまりこれね、こんなこと言ってる。なんか非犯罪化なんて、変な言葉使ってですね、騙そうとしてるみたいだけど、それってただの売春合法化ですよね。つまりこいつは売春を合法にしろっつってんだよね。吉原や赤線があった時代に退化させたいんだろうか。売春合法化、売春激増、供給過多で値段暴落、売っても貧しい女性激増と、これが女性保護団体の代表の言葉とは。さらにですね、売っても罪に問われない、罪に問われる客を売った後に脅迫の筒持たせ大繁盛じゃねえか。筒持たせにセットの怖いお兄さんが貢献力に取って変わって取りっぱぐれなくなって、筒持たせがとっても安全な商売になりますよね。逆上した客に、害される可能性はありますけどね。この人ね、売り側増やして不幸な女性を増産してですね、日本社会を混乱させようとしてんでしょうね。混乱すればするほど困った女性増えれば増えるほど自分ら商売繁盛って理由でしょうね。自民党議員はですね、いい人ぶりたい欲求でこんな意見に耳貸すなよ。明らかにおかしいから。売春を合法化してしろって言ってんですからね、この人は。気にするな。大したことは言ってない。だからな。いや、むしろですね、すごい変な大したこと言ってんですけど、まあ耳貸すなってこと。いい人ぶりたい気持ちが国を滅ぼす。これが私の持論であります。特に自民党議。2月22日、竹島の日にですね、末松都議がコラボのめちゃくちゃ会計を都議会で質問するって、小池都知事自ら答弁するんだが、それとも福祉保健局、直接の監督、所管の福祉保健局が地祭りに挙げられるのか、まあいずれにしても続報が楽しみであります。そんなところが今日のコラボ関係、情報更新。かなーという感じ。というわけで、メール当院さん、日本改革党、メール当院さん、大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックしてですね、そちらの方から、メールマガジン、ご登録してくださって、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。